はい、どうも、村やんです。本日も食べ飲み歩きで三宮周辺歩き回っております。まあ、こちらの方はね、三宮からずっと、東の方に向かって、もう少し行くと、生田川のところの周辺、こちらを徘徊しております。それでね、お店の探しね、行っていきたいと思います。はい、三宮から東側に向けて歩いていくと、なんだかいいお店を発見。立ち飲みどころ、吉川様。今回はこちらに入ってみたいと思います。おお、芋焼酎がいいと。店内は立ち飲みとテーブル席があります。まずは瓶ビール、注文しました。さあ、早速、注いでいきます。おお、泡ばかりになってる。それでは、お疲れ様です。うまい。そして、フグ側のおろしポン酢を注文。それでは早速いただいていきましょう。いただきます。まあこの季節ね、フグ美味しいですよね。でこの皮のねコリコリ感が大好きでね、いい感じです。もうこういうね珍味がね、もうお酒に合うんですよね。まあ今回はね、珍しくね、ビールにしてみました。うまい。このフグがね、いいっすよね、美味しいっすよね。本当に。そしてこの大根おろしもね、うまいんすよ。結構ポン酢好きなんでね、ポン酢の料理はね、結構よく頼みます。うまい。そして、汲み上げ湯葉でございます。こちらをね、ちょっとね、醤油をかけていただきます。醤油、よいしょ。いいなぁ。わさびもついてますんでね、わさびもちょっと乗せていただきます。なかなかね、こういった立ち飲みでね、湯葉って珍しいなと。これがね、むっちゃ美味しいんですよね。なかなかこういうね、料理を出してくれるところはね、珍しいんでね。でもね、美味しいんですよね、こういうのって。普通だったらね、冷ややっこというとこですけど、この湯葉もいい。むっちゃうまい。で、この、ね、わさび醤油かけるのがね、味わい深くて美味しいです。濃厚でね、パクパクしちゃいますね。まあ、こういうのもね、結構ね、日本酒が合いそうなね、料理が多いなという感じです。まあ皆さんはね、日本酒飲んでもらってもいいと思います。うまい。そしてかぼちゃに頼みました。おいちゃん、かぼちゃに大好きですね。綺麗にねできててね、この甘みがねいいんですよね。家でもね、よく自分で作りますけど、トロトロにね、なるぐらい煮込んでね。まあ、あったかい時も美味しいんですけど、結構ね、冷えた時の方が好きかもしれないです。その冷えたこのね、かぼちゃ煮をね、あったかいご飯の上に乗せてね、食べるんですよ。これがね、またうまいんですよ。もうね、お米が欲しくなってます。まあ今回はね、
まあ、立ち飲みということでね、まあ、お酒と一緒に食べてます。うん、ね、お店やからね、その崩れたりしないようにね作ってますけどね、家で作るときはね結構ね、あの型崩れするぐらいね、あの煮込んでます。うん、見た目重視よりもね、もうなんか自分の好みの味をね追求してます、家では。そしてこんにゃくの甘辛煮頼みました。プルプルです。ちょっと辛いのが好きなんでね、さらに一味をかけていきたいと思います。うん、さあそれではいただきます。すごい、うん、うまい。もうこの甘みとね辛みがねちょうどいいんですよね。ねえ、こんにゃくやからヘルシーやし、食べ過ぎてもね罪悪感がないのはいいですね。でね、一味とかかけてるんでね、まあ、カプサイシンから、まあ、それでねさらに代謝を良くすると。うん、まあそんなね理由をつけなくてもね、美味しいもんはね美味しいです。うん、このね歯ごたえもいいし味もいいし、まあこれ食べててもねご飯が欲しくなってます。うん、でも美味しいですよ。そして焼きじゃがベーコン頼みました。お塩と胡椒もついてます。味付けはねもうしっかりされてますんでね、お好みでと。私はねもうそのまま食べて、ちょうどねベーコンのね塩気がね、あのちょうどいい塩味になってます。まあ、ちょっと胡椒をねつけてね、さらにねガツンとくるものにしたいと思ってます。まあ、味変できるのがいいですよね。胡椒を振るとね、もう風味がまた増してね、美味しいですもんね。あとお肉とかでも胡椒ってすごいなと思います。うん、お肉でもね、塩胡椒だけでね、美味しいですもんね。まあ家ではね、あの目玉焼きとか作るときでもね、やっぱ塩胡椒こだわりますよね。やっぱいいお塩とね。いい胡椒ね使うとね全く違いますもんね。うん、いろんな塩を使ってきてもね、最後にはね一番シンプルなね、あのお塩がね一番自分には合うなと思います。こちらもホクホクでね美味しいんですよね。やっぱじゃがいも大好きですから、めちゃくちゃ美味しかった。うん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、立ち飲みどころ、吉川様、いかがでしたでしょうか。あの、酒屋さんがね、やってるね、立ち飲みになってまして、隣にね、店舗があの酒屋さんで、その横にね、あの立ち飲みとテーブル席がある、あの、お店になってるんですけども、お店のもね、とてもね、素敵なね、佇まいでね、料理もね絶品でした。お酒もねとても美味しかったです。まあ、今回ねビールで潤わせていただいたんですけども、まあ日本酒とかね他いろいろね美味しそうなねお酒もねたくさんあるんでね、皆さんはねお好きなお酒を飲んでね美味しい焼きをね食べていただけたらなと思います。場所の方もね三宮駅から東の方に歩いて10分ぐらい、まあ、もうちょっと行けばね、あの、生田川の手前になりますんで、場所の方はね、そんなに遠くはないと思います。まあ、いろいろね、三宮からね、いろんなお店をね、通っていただいて、生田川の手前でね、ああ、立ち飲みがあったなと、吉川さんがあったなと思い出してね、行っていただけたらなと思います。とてもね、
敵なねお店でございます。私もね、まあ、昔にね20年ぐらい前かなにランチをされてたことがあって、その際にね、まあ、この近くで働いてたんでランチの方をね食べに行ったことあるんですけども、まあその時とね思い出しながらね楽しいね時間をね過ごさせていただきました。ちょっとね神戸の話で、ね、私が延々とね話してしまったんでね、ちょっと長くなってしまったんですけど、本当にご迷惑おかけしました。とても楽しい時間過ごさせていただきました。料理も美味しくてね、この近くでね、まあ来たらね絶対にまたね寄らせていただこうかなと思うお店です。まあ好きなねこの辺りが、だから絶対にねお店の方ねまた行くと思います。その際ねもし私がいたらね声かけていただけたらなと思います。とても美味しくて楽しい時間を過ごしさせていただきました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。